番あの、はい、多分一番まずクルーズ TV 出てくる一番真摯な方呼びます大貫さん。今日ゆるいな。ゆるいですよね。すいません、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。すいません。今日は何を紹介してくれるんでしょうか。今日はい。今日は HTC ハリウッドトレーディングカンパニーさんのブレスレットとブレスレットですとベルトですこれね HTC ってね、LA のブランドで結構ねすごいセレブがすごいつけてるブランド誰がつけてんだっけ調べていっぱいつけてるのこれすごいですね。細っ。よく言われる。まあまあ社長細いけど。もうね、今日の配信もなんか身内のなんかあれだね。なんか雑談トークみたいな。雑談食べるみたいなもんな。見てくれてる人ありがとうございます。これでビールがあればもう最高よ。え誰？クミ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 。本当にクミちゃんわからないんですよ。ね。どうですショート30センチ切ったんだって30センチも切ったんですか、うん、そう、もうまだって前これぐらいまであって今これくらいこのさ、今日さ、ちょっと沈黙がたまに入るのは何なんだろういや、俺がそれなんでか分かんないつなぎようがないのかないや、つなぎようがないじゃなくてあの、ストレートに言っていいですか、うん、俺ほら大貫さん分かると思いますけど初対面の女性の時ってあんまりこういや、初対面が初対面じゃないちょっとおかしい女性の人が来てもこんにちはいや、おかしいよ大貫さん乗っちゃダメよなんか今日なんか分かんないんですよね本物のいやおかしいおかしいおかしいちょっとクミちゃんらしいことやってビールくださーいほらもう天気も雨降ってくるじゃんかもうおかしいおかしいおかしいどうしますか大貫さん、ね、でも本当にあのクミらしいって何ですかねクミさえ食べてればクミらしくない嘘だけついてるそう嘘だけついておけばいいいつも嘘つきやだったんだ明日雪降るらしいおー誰か言ってた言ってたもうクミちゃんあれだねすごいねなんかさ今日さクミちゃん扱い雑やねおーいや俺の中でまだクミちゃん認めてないからあ雪だ大貫さんの方が嘘つきになってるいや乗ってみたいやもう大貫さんがなんか雪だって言っちゃうと俺本当にもう雪だって自分の中の脳を洗脳するからさなるほどね、うん、もうあれだねあの先輩がさカラスは白いと言えば白みたいなさいやもうそうだよもう白ですねみたいな話になっちゃうからね大変ですよ困った困ったんですよ大貫さん今日なんかあれですね今日ブラックで攻めてますね、うん、今日あれだよあのロビンのデニムジャケットですよねブラックバージョン初めてのかもしれないおしゃれこれいいなと思ってでデニムもなんかデニムもロビンこれ結構ね、結構いいんですよ。石がちゃんと。ほんとだ。おいくら前です。光ってるもんな。それおいくらするんですかこれ、わかんない。多分10万ぐらいですか ?4、5万。4、5万ぐらいですかでもさ、軽く4、5万のデニムを履いてる大貫さんすごい。全身で1万円ぐらいですかね。全身で1万円クミちゃん全身2万円ぐらい2万円ぐらいあの小物が高い小物、うん、小物いくら靴とか時計とかいくらやらしいすげえななんかこう冗談でもなんか2キュッパーとか言うかなと思ったらガチ飛んでウフフフって今バッとしたのが思いつけなかったでもこれの HTC のブレスレットは5000円ちょいで買えるみたいなのでよかったらクルーズサイト見てみてください。おしゃれ。え、そのベルトはいくらするんですか？これ4万ぐらい。ダイソーのとはちょっと違うね。そっち側比べる対象が。これの良さはね、多分ユータとかユウヤがいたら叩いて分からせるんだけど、本物のやつって痛いからさ。それ革なの？革です。革になんていうんですか？これなんていうんですか？スタッツ。スタッツっていうのがついててめっちゃ痛い。めちゃくちゃ重いですね。重いですよ。あ、本当だ。いい重さが。クミちゃん、それちょっとお腹縛っといた方がいいよ。お腹見えるから。それ？うん。あ、でもこれでもさ、別に悪くなくない？でも女の子なんか今お腹のところに流行ってるよね。うん、
おしゃれ、おしゃれ。え、でもこれ本当になんかつけてたらおしゃれかも。ちゃんとこうやって。だけどクミちゃんの今日のファッションそれつけたらもうただのなんかすごいねブラックマンって感じ。ブラックマン。確かに今日のテーマはブラックマンだから。え、それは本当嘘？嘘。じゃあ何なんだ。すげえな。すげえな。でもおしゃれそういうの、なんかそういうので。それこそさ、あの、B、なんていうの、ここの部分がさ、光るじゃん、ちゃんと。そう、これ綺麗だね、ちゃんと。だから、ワンポイントに、それこそクミの今日のにつけたとしても、なんかちゃんとワンポイントになりそう。そうだね、ベルトをさ、うん、ベルトって結構おしゃれな人って分かれません、うんうん、なんかベルトまでちゃんとしてる人って、すごいちゃんとなんか考えてるなと思うけど、たまに俺もさ、サボっちゃうんだよね。うん、T シャツが長ければ、ベルトいいかなと思ってベルトしなかったり。見て、ちゃんとみんなベルトしてるから。俺の場合落ちるから。あ、そうか、細いからです。痩せてるから。クミちゃんはベルトとかする？あんまりしないかも。あんまりしないんだ。うん、大関さん必ずベルトはしてるね。うん、毎回なんかちゃんとね、ベルト見てる。あんまりしない。ベルト欲しい。誰かください。待ってます。翔平君だってそれ買うでしょ？俺？うん、俺ね、ここでね、買い物全部ね、うん、予定立ててると、うん、俺まず、車でしょ？車が700万でしょ？うん、俺他何買うんだったっけ。あとジャケットみたいな。あとジャケットはもうあれ7万か9万8000かぐらいでしょ、うんうん、あとカバン、カバンも5000円、あれかも5000円でしょ、うんうん、でこれ買うでしょ、うん、ってなると俺もそれだけで大体700万と、15万ぐらいだよね、うん、俺それプラスアルファちょっと何億稼ごうかなと思ってるから今。さすがさ、あの持ってる人は違うね。いや全然持ってないよ、全然持ってない、全然持ってない。え、あれ翔平くんもし買うじゃないですか。したらもしあそこにまた別の車が入るんですか。入ってくる、入ってくる。あー、え、ちょっと待って、それもそれも俺が買えっていうことですか、うん、もうあれ、売約済みって言うとくから。え、誰か買ったんすか。俺翔平、あの、じゃあ誰か僕の助手席乗せます。おぉいいね。でも一番最初は大貫さんに乗ってもらわないと乗り方が分かんないから。うん、もう乗り方分かんないから一番最初はごめんなさい、あのバージンは俺のアメ車のバージンは大貫さんにちょっとやってもらわないと命が危ないから。そうだね、それね、ちょっと慣れた状態になって、で次女の子を、そう小7編でね、ちょっと拾うから。あれすればひよちゃん乗せてあげればひよこなのって言ってるから、ね、多分警察に報道されるから。確かに何してんのってなっちゃうから。確かに、うん、そうだね。で、太陽と月のどっちに貸しても確実にまともに返ってくる状態ではない気がするので。ちょっと傷がついた状態で、へこんだ状態で返ってくる。へこんだ状態で来るか。そうだね、誰にも貸せないね。安心ができないね。あ、クミちゃんとビールこぼすくらいかな。うん、クミちゃんはビールこぼすじゃん、うん、で、絶対なんかこうテンション上がるじゃん、運転させろってなるじゃん、うん、飲んでんじゃん、関係ない、大丈夫ってなるじゃん、うん、うん、捕まるじゃん、うん、で、捕まるじゃん、うん、そしたら乗せた俺も捕まるじゃん。そういうのはね、やばいじゃないですか。わかる、今、ね、俺700万買った車、ね、クミちゃんのせいで捕まるんだよ。いやだから、じゃあもう事務所の人間誰もダメじゃない。うん、誰もダメだよ、乗せねえよ。乗せねえよ。やばいね、絶対乗せない。大貫さんしか乗せない。一番安全なのは一番安全、本当に一番安全。いいね、じゃあ翔平くんにいっぱい稼いでもらいましょう。そうですね、マジで。じゃあ飯は俺が買いますので700万買います。言ったな、言いました。稼いで、はい、稼いで700万買います。店長、申し訳お願いします。ガソリン満タンで、そこはサービスお願いしますね。はい、イカショップ持ってきます。リアルなやつ。はい、こんな感じで本日は大貫さんありがとうございました。ありがとうございました。